はい、今回は、充実愛好家のためのミニバンドエクササイズセミナーを行います。このセミナーでは、このミニバンドを使って、股関節周囲の筋肉のエクササイズをやっていきます。実際に行っていきます。このエクササイズをやることによって、体幹が強くなり、コンバットベースなどのベースが、強化されますので、実際に皆さんやってみて、そのまま継続してやると効果がさらに上がると思います。では、実際に一つエクササイズをやっていきます。実際にこの、バンドをまず股関節、くるぶしに巻いていきます。両くるぶしの中に巻いていきます。そのまま手は腰に当てて、足、肩幅ぐらいに開いて少し腰を下ろしていきます。いわゆるアスレティックポジションを取っていきます。で、必ずつま先はまっすぐ、つま先が外向かないようにまっすぐにして、内もも近いレーンをしてください。で、そのまま足を若干外に1、2、1、2と戻していきます。左、右、左、右という感じで、外、外、内、内と、開いて、開いて、閉じて、閉じてというエクササイズをやります。そうすることによって、股関節周り、あと主に臀筋の筋肉を鍛えることができます。これは一例ですけども、これ以外のエクササイズを、いくつか、やっていきたいと思います。では、よろしくお願いします。